だって知ってますか、朝起きた人の口の中ってうんこと一緒なんですよ。だからみんな朝起きてご飯食べたらうんち食べてると同じなの。そうだ、ね、とか朝起きて寝起きで、あの同性カップルとかが寝起きでチューをしました、もう汚い、ね、うんこ交換しちゃってるよって思っちゃう。うんこ交換うんこ交換してるよって思う。なんか本当にやめた方がいい。マジ、うん、そうか。こんにちは、札幌大美容室の山橋の後藤です。今日はブリーチ結構ロングなんですね。今日のこれさ、下ちょっと動画下切れちゃったと思うんですけど、結構長くて、ブリーチは仕事上ちょっとできないので、ブリーチしない状態で透明感を出しながらグラデーションカラーで染めたいと思います。で、今日でやるのは、そうだな、何でもいい、何でも大丈夫です、何でもいい、何でもいいということなのでラベンダーっぽい、ラベンダーのアッシュのカラーで今日は染めていきたいと思いますね。で、それで、今日も私のソーダカラーで、やっていきます。はい、やります。はい、はい、ではこれからソーダカラーを入っていくんですが、まず毛先の方を先に塗ってから、今これクリップで留めてる根元側の方ですね、ここは追加に薬剤を入れて染めていきます。根元の方は明るくなりすぎちゃうとちょっと変なので、グラデーションつけたいので、この辺は少しトーンを下げるような染料をちょっと入れてやっていきます。根元を10センチ開けた状態でで、これラベンダーアッシュのソーダカラーです。で、染料は、これはまあ、いや、まあ何でも、まあ、こういうカラーは簡単で、すごい普通のやつとちょっと違うんでね、通常のやつだと明るく2回染めないとダメなの、1回で終わらすみたいな。じゃああんまり傷まないですか、ブリーチするよりはね。そうです、あ、そうです。このソーダカラーって何が違うかっていうと、通常を軽くブリーチをするか、もしくはライトナーでトーンアップして1回シャンプーしてそれからカラーをのっけるっていう2プロセスで2倍料金と時間がかかります。ですけど、これを使うことによってどうなるかっていうと、1回でできちゃうんで、時間が短いのと料金が安いと思います。通常の、カラーと同じぐらいの時間でできちゃうんで、それがこのソーダカラーのメリットですね。なんですよ、すごいいいですね。そうだね、結構いいです。透明感も出るし、通常でやるよね。あんまり痛むの嫌なんですよね。いや、でもね、やっぱりね、カラーは痛むよ。いや、そうですよ、ハイトーンは痛みます。痛まないカラーもあるけど、本当にトリートメントカラーみたいな感じ。ちょっと前髪だけ、これ根元まで塗っちゃうとちょっと明るくなっちゃうんで、前髪の先っちょだけを、こちらの毛先の後ろにつけていきますね。はい、これでご参加いただきます。めっちゃ恥ずかしい。きつい、うん、ちょっと横です。横の方がいいでしょ。これでもしょうがないもん、こうなっちゃうから、うん、いや、思ってた、そうだよなって思いながら今日来た。え、ああ、そうシュルンみたいな、オールバックみたいな。あ、それになっちゃう、うん、それ嫌なんだ。だよね、やだよね。恥ずかしいかなと思って、あんまいっかな。でも歯並びいいね、やっぱり綺麗にしてんだね。いや、何もしてないけど、なんか生まれつき歯並び良かった。歯並びいいね。そう、歯並びだけね、めっちゃ良かったんだ。もともとなんだそれ。うん、なんか矯正とかしてないけど、なんか良かったみたい。よく白い歯の人さ、ライトニングして、あ、そうそう、自分の歯、東京のやつで、東京の番組で、なんかマツコの番組なんだけど、もう
すごいさ、ちっちゃく削ってさ、全部セラミック入れてる人とかさ、取ったらやばそうだよね。あれはもうやばいですよ。なんでさ、まだ自分の歯使えないのにさ。いや、そうですよね、それめちゃめちゃ思います。あれ、フィルムみたいの貼れるんですよ、歯に、うん、すごい大変な技術だけど、うん、あれはどうなの？大変？芸能人がやってるやつ。でももうホワイトニングで、白くしたいならホワイトニングで全然いいと思う。あれって加水なんだってね、知らなかった、うん、過酸化水素。過酸化水素と過酸化尿素。あ、なんか市販で売ってるやつは過酸化尿素使ってるって聞いた。へえ。だけど病院でやるときはもう、あ、そう、オフィス、なんか病院と家でやるので、なんか液が違う。違うんだね。加、うん、水の、今これも加水使ってるからさ。あ、そうなんだ。まあでもそうですよね。加水のすごい20何パーとか、まあ、違うか、10パーとか、違うかな、10何パー、12パー。ちょっとわかんないけど、すごいいいの使うんですよ、漂白剤。うん、使う。だから染みちゃうの、歯が。いや、染みるよね、うん、その後。はい、で、今これ手で簡単に塗った状態なんですけども、この状態で今度、残液に対して 10% のグリーンと 10% のブルーを入れております。これもアプリエです。で、これで根元の方を、このブリーチフォームを使って綺麗に塗っていきます。で、それから最後をフォーミングしてっていう感じにしていきたいので、余計なフォーミングを今はしてない状態ですね。はい、なので、ネープの方から塗っていきます。多分彼女みたいな髪質だと1開けで、1開けっていうのは1センチぐらい開けるってことなんですけど、そのぐらいで塗った方がもしかしたらいいかもしれないので、そうしましょう。で、このように取っていただいて、それをそのまま、あとサイドでお見せしますけど、フォームワークしながら塗っていきます。いつも言ってますけど、ハケとかは使わない理由としては、横のラインができるので、なるべく縦のラインで染めたいので、細い細かいメッシュを入れているような感覚で染めていきたいので、伸びてきた時のつながりも良くなりますから、僕はこのフォームで塗っていきます。長いのが悪いんだね。いや、そうですよね。そうそう、すっげー綺麗にされるじゃないですか。はい、なんつうの、歯石取ったりとか、はい、なんか歯の形を綺麗にこうなって、まあそれいいんですけど、あれさ、やんないよりやった方がいいの？うん、絶対全然やった方がいい。ぶっちゃ本当に、本当にやった方がいいんだ。歯石取ったりとかでしょ。それはしない方がさ、余計なとこ傷つけなくていいとかじゃないの？いや、なんかあれもそんな別に歯自体に傷つけてなくて、うん、ただ歯の周りの、磨き残しのばい菌、あ、それを超音波で取る。そう、それを取って、それが固まってる歯石を取って、うん、じゃないと、そうなんだ、ずっと置いといたら歯茎が腫れてきたりとか。なるほど。そう、匂いとか虫歯とか。そうだよね、確かに。歯槽膿漏とかあるよね。そう、だからやった方がいいです。じゃあさ、その歯医者で働いてる人あるあるでさ、付き合う彼氏さんは歯が丈夫な人がいい。うん、でもめっちゃ見る、普通に、ショップとか行ってもこの人かっこいい、服屋さんとか、あ、はい、この人かっこいいと思うじゃん。で、この人かっこいいなって言って話してても、あ、ちょっと口ダメだみたいな、歯並びとかめっちゃ前歯に虫歯あるとか、わかる、あ、これ虫歯あるじゃんみたいな、なったらもう絶対嫌だ。マジか。それも絶対嫌なの？え、なんか、する、うわって思っちゃう。いや、歯医者行ってくれればいい、歯医者行ってちゃんと直してくれればいいけど、でも、もう明らかやばい人とかは絶対嫌だね。あ、そうなんだ。そこはもうやっぱり、歯医者さんあるある、あるある、でも、ね、みんな見る、口見る、めっちゃめっちゃ見るの？あ、そうなんだ。めっちゃ見る、うん。
ップ店員も見られてるってことだよね。そう、口まであーはーとか言って笑った瞬間もめっちゃ見るよね。めっちゃ見んの？うん、目とかじゃなくて口で。マジ？一番に見ちゃうの。あー、そう。手入れちゃんとしてんなって言う人の方がいい。いや、その方が全然いい。あー、ちゃんと取ってるなみたいな。うん、歯医者行ってるんだっていう人がいる。あー、やっぱそうなの。定期検診行ってるんだって言われたら、おおってなる。あ、そうなの。あんまりそういうの、そういう業界って気にしすぎて嫌だみたいな。ホワイトニングとかさ、バンバンする男の人だもん。しなくていいんじゃないかなと思っちゃうけど。それはでもすごいさ、白い方がさ、うん、あれはあれか、あのセラミックか、なんか社長とかがさ、キラってなってさ、うん、よくさ、なんかそれなりの社長さんとかがさ、歯が綺麗だってすごい。でもあれそんな別にしなくてもいいんじゃないかなって思っちゃうけど、笑顔がさちょっと素敵になるよね、こうキラッとなってさ、あんま分かんないんじゃない。分かんない、いや白い方がいいけどね、うん、でも本当ある程度でいいと思うから、その全部の歯を削って、うん、あのセラミック入れるっていうのは、ね、もったいないと思う。自分の歯削っちゃってるから。そうだよね、うん、そこはちょっとやめた方がいいな。軽くホワイトニングしたら絶対白くなるのにって。でもさ、その白さと違うんだよ、求めてんのが。そのいや、もうその上を言ってんですよ。そうそう、上もう本当のさ、ピカピカっていう、そういう便器みたいな白さが必要なんだよ。なんで不自然なの。それがいいじゃん、その笑った時のなんかちょっと成功者的なやつ。ああ、なんか成功者は歯がさ、なんかさ、キラッとしてる、それみたいな。虫歯がさ、あるこれちょっと YouTube 全く関係ないけど、うん、ただ自分だけ興味あってさ、虫歯がある女の子と、はい、あ、じゃあ、まあ、例えば逆だと彼氏が虫歯めっちゃあります、で、治療します、はい、さあ、映んの。いや、虫歯が映りはしない。虫歯は映らないけど。あ、映んない、じゃあいいじゃん。うん、でも最近は口の中に入るよね。だって知ってますか？朝起きた人の口の中ってうんこと一緒なんですよ。だからみんな朝起きてご飯食べたらうんち食べてると同じなの。気持ち悪いと思わない？なんていうこと。だからもうみんなほんと、いや、もう朝起きたら歯磨いた方がいい。あ、そうなの？とか朝起きて寝起きで、あの同性カップルとかが寝起きでチューをしました。もう汚い、うんこ交換しちゃってるよって思っちゃう。うんこ交換。うんこ交換してるよって思う。なんか本当にやめた方がいい。マジ？うん、そっか。分かった分かった、その問題が。そうなんだね。そう、そうか。だからね、虫歯ある人とチューするのは構わないけど、寝起きでチューするのは良くない。あー、なるほどね。チュー、そうなんですか。フレンチならいい、フレンチなら。あー、フレンチなら大丈夫。なるほどね。うん、そういうのもあるんですね。そうなんです。ちなみに知らない、うんこだとは知らない。いや、本当にみんな知ってほしいって思う。朝起きたお口の中はどうすんの。じゃあ彼氏がさ、同棲しててさ、はい、朝起きた時にさ、あ、チューしてきたりしたら、そうもう一回ちょっと待って、唇閉じる、ふんってやる。ああ、やる、ふんってやって、やだってなる。ああ、そうな、ダメ。あ、そういうことね、うん、なるほど。そうらしいですね。そうらしいです。はい。
で今の根元塗りましたので、これをコーミングしていきます。で、あまりあのダメージがロングなのでダメージしないように優しく溶かしていきます。で、根元の方は5ミリぐらいは開けた方がいいですね。そうしないとちょっともう危なそうな気がするので5ミリ開けて毛先にコーミングしましょう。美容師さんなら髪の毛見ません？全く見ないわ。嘘怖い。全く気にしない、髪の毛は見ない。すんごいボッサボサの、バッサボサでもボンバーみたいな。いや、それは見ない。へえ。そこは全く見ないです、髪の毛は。あ、でもあんまりひどいのは見るけど。うん、まあ、それは美容室、まず逆になんか直してあげようかなって思ったら別にそれいいんだけど。なんか、え、携帯あるの？あります。どんな感じ？え、どんな感じ？どうして？俺、結構ね、これ携帯はケースにしたケース。ケースですか？はい。あ、そう、いい感じ。じゃあ、この、あ、俺これ言ってるの？結構気になるのが、俺ごときが言ってることじゃないけど携帯ケースがボロボロの人。あー、なんか生活が、生活見えちゃうんですよね。確かに、それはわかる。なんかそれがすごいちょっと気になる、どっちかというと。でも今こんなとこにアンパンマスあ、そういうのはなんか綺麗にしてるからいいんだけど、なんか本当にこれもう10年以上使ってるなっていう。あ、もうめっちゃ穴開いてるやつとか。そうそうそう、ビリビリ剥がれてる。もう10年ぐらいだなっていうやつとかは、あ、なんか結構その辺は大切に使う人なんだなと思うんですけど、うん、ちょっとって思う。変えてってね、新しいの買ってあげる？とね、そうだね、と思います。うん、ちょっと歯とはちょっと違うかもしれないけど、そういう髪の毛気にならないけどそこ気になる。あ、髪の毛気にならないんだ。髪の毛より携帯ケース気になる。携帯ケースか。どういう感じなの？気をつけよう、ボロボロにならないうちに。いや、そういう風になんかちゃんとこう愛着があればいいけど、もうなんか完全に古すぎてもう愛着ゼロみたいになってるやつは分かる。いや、興味はないんだろうけど、そこに対して普段も多分下手したらそのあんまりなんか下着とかも気にしてないのかなと思っちゃう。あ、なんか分かる。そう、繋がってないかもしれないけど、どこで言っていいのかな。いや、本当ですよね。だからそういうのも結構気にしてないパターンの人なのかなってちょっと偉そうだけど思ってしまうことがあります。いや、そうですね。やばいな、内容やばそうな。いや、全然普通だよね。うん、いいね、結構抑えてる。何抑えてる？え、なんか言っちゃいけないこと。大丈夫、編集するか、編集するか絶対大丈夫ね、実際言ってんね、言ってんね。男でどういうやつ。じゃ編集するから、まずいや、でも別になんか絶対もう変なこと。なんか下着の話をしてた。下着の話を思ってた。変なことを言って。下着男性の？いや、女性の。え、男性も女性も。でも、うん、この間居酒屋行った時に、うん、男の人が斜め前にいたんですよ。はいはいはい。で、なんかパッて見るじゃないですか。はいはい。したらもう半分お尻見えてるんですよね。あー、ちょっと腰パンで。腰パンにしてて、パンツが最初半分見えてたの。はい。でもそれがまだあのトランクスだっけ、あれボクサー、あれブリーフ、ボクサー普通履いてるのなんかのトランクス、うん、なら、あれ、なんかゆるゆるのダボダボはなんて言うんですか。あの布のやつ、布ペラペラのダボダボの。あ、お父さんとか履いてる。ああ、捨ててこみたいなやつ。捨ててこじゃないや、なんちゃうんだろう。でもなんかわかる。あれだった。ぶっちゃけ歯の周りとかを歯医者行くとすっげえ綺麗にされるじゃないですか。はい。なんつうの、歯石取ったりとか。ああ、はい。なんか歯の形を綺麗にするようになって、まあそれいいんですけど、あれさ、やんないよりやった方がいいの。うん。絶対。全然やった方がいい。ぶっちゃ本当に？え、本当に。本当にやった方がいいんだ。歯石取ったりとかでしょ。それはしない方がさ、余計なとこ傷つけなくていいとかじゃないの？いや、なんかあれもそんな別に
歯は傷、歯自体に傷つけてなくて、うん、ただ歯の周りの、磨き残しのばい菌、あ、それを超音波で取る、そう、それを取って、それが固まってる歯石を取って、うん、じゃないと、あ、そうなんだ、ずっと置いといたら歯茎が腫れてきたりとか、なるほど、そう、匂いとか、虫歯とか、そうだよ、確かに、歯槽膿漏とかあるよね、そう、だからやった方がいいんです。じゃあさ、その歯医者で働いてる人あるあるでさ、うん、付き合う彼氏さんは歯が丈夫な人の方がいい、うん、でもめっちゃ見る、普通に、ショップとか行ってもこの人かっこいい、服屋さんとか、あ、はい、この人かっこいいと思うじゃん、うん、で、この人かっこいいなって言って話してても、うん、あ、ちょっと口ダメだみたいな、歯並びとかめっちゃ前歯に虫歯あるとか、分かる、あ、これ虫歯あんじゃんみたいな、厳しいな、なったらもう絶対嫌だ、マジか、うん、それもう絶対嫌なの、え、なんかうわって思っちゃう、いや、歯医者行ってくれればいい、歯医者行ってちゃんと直してくれればいいけど、でも、もう明らかやばい人とかは絶対嫌だった、あ、そうなんだ、うん、そこはもうやっぱり会社さんある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 、ね、みんな見る、口見る、めっちゃめっちゃ見るの、あ、そうなんだ、めっちゃ見る、うん、ショップ店員も見られてるってことだね、そう、口まで、あーはーとか言って笑った瞬間もめっちゃ見る、めっちゃ見んの、うん、目とかじゃなくて口見るマジ一番に見ちゃう、あー、そうか、手入れちゃんとしてんなって言う人の方がいいのか、言う、そんな方が全然いい、あー、ちゃんと撮ってんなみたいな、うん、歯医者行ってるんだっていう人がいい、あー、やっぱそうなの、定期検診行ってるんだって言われたら、うん、おーってなる、あ、そうなの、うん、めっちゃいいじゃん、そういうもんも知らなかった、そうなんだ、あんまりそういうの、そういう業界って気にしすぎて嫌だみたいな、ホワイトニングとかさ、バンバンする男の人とはしなくていいんじゃないかなと思っちゃうけどそれはでもすごいさ、白い方がさ、あれは、あれか、あのセラミックか、外なんか社長とかがさ、キラーってなってさ、セラミックよくさ、なんかそれなりの社長さんとかがさ、なんか綺麗だったりする、でもあれ、そういうの別にしなくてもいいんじゃないかなと思っちゃうけど、笑顔がさ、ちょっと素敵になるよね、いや白い方がいいけどね、でも本当ある程度でいいと思うから、その全部の歯を削って、うん、あのセラミック入れるっていうのは、ね、もったいないと思う、自分の歯削っちゃってるから、そうだよね、うん、そこはちょっとやめた方がいいよね、そうだから、軽くホワイトニングしたら絶対白くなるのにって、でもさ、その白さと違うんだよ、求めてんのが、その、いや、もうその上を言ってんですかね、そうそう、上を、もう本当のさ、ピカピカっていう、そういう便器みたいな白さが必要なんだ、なんで不自然なの、それがいいんじゃない、その、笑った時のなんかキラキラ、ちょっと成功者的なやつ、あー、なんか成功者は歯がさ、なんかさ、キラってする、うん、それみたいな感じ、虫歯がある女の子と、はい、じゃあ、まあ、例えば逆だと彼氏が虫歯めっちゃあります、あで注意をします、はい、さあ映るの、いや、虫歯はしない、虫歯は映らないけど、あ、映らない、じゃあいいじゃん、うん、でも最近は口の中に入るよね、だって知ってますか、朝起きた人の口の中ってうんこと一緒なんですよ、だからみんな朝起きてご飯食べたらうんち食べてると同じなの、気持ち悪いと思わない、なんていうことだからもうみんなほんと、いや、もう朝起きたら歯磨いた方がいい、
そうそとか朝起きて寝起きであの同性カップルとかが寝起きでチューをしました、うん、もう汚い、ね、うんこ交換しちゃってるよって思っちゃう。うんこ交換うんこ交換してるよって思う。なんか本当にやめた方がいい。マジ、うん、そっか。虫歯ある人とチューするのは構わないけど寝起きでチューするのは良くない。あーなるほどね。チュー、そうなんですか。フレンチならいい。フレンチ、あフレンチなら大丈夫。なるほどね。うんこだとは知らない。いや、本当にみんな知ってほしいって思う。朝起きたお口の中は。え、どうすんの？じゃあさ、彼氏がさ、同棲しててさ、はい、朝起きた時にさ、あ、チューしてきたりしたら、そう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 、え、もう一回、ちょっと待ってって言ってやめる。唇閉じる。ふーんってやる。あー、やる。うんってやって、うん、やだってなる。あー、そうな。ダメ。あ、そういうことね。うん、なるほど。そうらしいですね。そうらしいです。で今の根元塗りましたので、これをコービングしていきます。で、あまりあのダメージがロングなのでダメージしないように優しく溶かしていきます。で、根元の方は5ミリぐらいは開けた方がいいですね。そうしないとちょっと危なそうな気がするので5ミリ開けて毛先にコービングしましょう。でも美容師さんなら髪の毛見ません？全く見ないもん。うっそ。全く気にしない。髪の毛は見ない。すごいボッサボサの、バッサボサでも。コンバーみたいな。いや、それは見ない。そこは全く見ないです、髪の毛は。うん、あ、でもあんまりひどいのは見るけど。うん、まあ、それは美容室で、ね、まず逆になんか、どうしてあげようかなって思うか、別にそれ言うんだけど。そうなんだ。携帯あるの？あります。どんな感じ？え、どんな感じ？どうして俺結構ね、これ携帯のケースにしてケースですか。はい、あ、そう、いいか。この、あ、俺これ言っていいのか。結構気になるのが、もう俺ごときが言ってることじゃないけど、携帯ケースがボロボロの人。あー、なんか生活が、生活見えちゃうんですよね。確かに、それはわかる。なんかそれがすごいちょっと気になるの、どっちかっていうと。でも今こんなとこにアンパンマン持ってる。あ、そういうのは、なんか綺麗にしてるからいいんだけど、なんか本当にこれもう10年以上使ってるなっていう。あ、もうめっちゃ穴開いてるやつとか。そうそうそう、ビリビリ剥がれてる。もう10年ぐらいだなっていうやつとかは、あ、なんか結構その辺は大切に使う人なんだなと思うんですけど、うん、ちょっと変えてって、新しいの買ってあげる。そうね、そうだねと思います、うん、ちょっと歯とはちょっと違うかもしれない。そういう髪の毛気にならないけどそこ気になる。あ髪の毛気にならないんだ。髪の毛は携帯ケース。携帯ケースか。どういう感じなの？気をつけよう。じゃあ、どうですか？じゃあ、そういう風になんかちゃんとこう、愛着があればいいけど、もうなんか、完全に古すぎて、もう愛着ゼロみたいになってるやつ、わかる？いや、興味はないんだろうけど、そこに対して。普段も、多分、下手したら、その、あんまりなんか下着とかも気にしてないのかなと思っちゃう。なんかわかる。そう、繋がってないかもしれないけど、どこで言っていいのかな。いや、本当ですよね。だからそういうのも結構気にしてないパターンの人なのかなってちょっと偉そうだけど思ってしまうことがあります。はい、いや、そうですよね。ちょっとやばい、内容、内容やばそう。いや、全然普通だよね。うん、いいね、結構抑えてる。何をせんの？なんか言っちゃいけないこと。大丈夫、編集するか、編集するか絶対大丈夫。いずれ言ってみて、言ってみて。男でどういうやつ。じゃ編集するから、まず。